ワルサンホビー動画チャンネルです。2月29日入荷の新製品再入荷品のご案内になります。こちらはバンダイの60分の1スケールパーフェクトグレードアンリシュードの RX782 のガンダムになります。こちらのモデルはガンプラで今までなかった新技術をたくさん取り入れました、新機軸の、ガンダムのプラモデルになっております。60分の1スケールですので、全長が約30センチくらいになります大型の、プラモデルキットになっております。で、中の、キットのちょっと詳細がこちらに書かれているんですけれども、このインサートフレームを使った骨格モデルをまずこういった風に組み立てていきます。それから、なんて言ったんですかね、筋肉になるような関節部分の可動部ですね、そちらの方を次に組み立てていきまして、次にこのトラスフレームっていう装甲を取り付けるためのこの中側のフレームをつけていきます。そして、外装パーツを、つけていきます。そうするとガンダムの形になりまして、さらには昔プラモデルキットにありましたメカニカルガンダムみたいな感じでパネルがガンガンガンって開いた、状態ですね。これがちゃんとヒンジとかそういうのを使って開閉しますので、この状態がこういう風にできるようになります。さらには素材的にはメッキパーツを使ったりとか、金属パーツ、サンディメタリックシールなどこういった立体的になるシールですね、こういったものを使ったりしております。さらには、LED 発光、ギミックが入っておりまして、この胸のダクトのところが時間で色がこういう風にどんどん青、黄色、赤、緑という感じで変わっていくようになっております。で、さらにビームサーベルの方が発光するようになっておりまして、こちらの、エフェクト部品が光るようになります。さらにこれがランドセルのところにセットされているときにですね、このバーニアの方の、発光ギミックとなっておりますので、こちらの方の光がここのバーニアの中の光を再現するようになっております。さらには、金属部品の、そしてこの、頭部バルカン砲や、あとバーニアの部品などが、使われております。そして当然、この、コアファイターが、ついておりまして、これが、変形し、腹部のところに、収納されるようになっております。で、これは、こういった変形するタイプのものと、こういったもうブロックタイプのものと2種類入っております。で、コアファイターが入っても、胴体がぐにぐに動ける、ように、非常に細かい設計がされている、プラモデルキットになっております。では今度、中に入っているプラパーツを見ていきます。こちらが中に入っている、パーツになっております。まずこういったシルバーのフィニッシュされたパーツや、あと今度はメッキされたパーツですね。で、指はあえて固定式の指を採用しています。これによってライフルやビームサーベルなどをしっかり持てるようにしています。そしてこういった金色のちょっとエフェクト部品などが入ったり、あとこういった、クリアのレッドの、プラパーツですね。あと黄色やクリアイエロー。あとメカのところのグレーパーツ。あとこういった、インサートフレームって、これでもこういう風にくっついておりますけど、これをばらして、いきますと、ここの部分、可動軸のところが、これで動くようになっている機能になっています。こういった風にいろいろついておりまして、でこういった、グレーのフレーム部品。マジック、こういったグレーのパーツや赤い部品。あとこういった、白い装甲部品や、このシールドなどの内側のこの、部品ですね。こういったのもありまして。で、さらには、この辺が、ビームライフルの部品が入ってたりとかしまして。で、ここにも、装甲系の、フレームの方のですね、部品ですね。で、あと白い装甲パーツ。こちらまたちょっとチタン色っぽいような感じのフィニッシュパーツや白い装甲部品、あとこちらには、ビームサーベルのエフェクト部品や、頭部など入っている装甲部品で、ここにパイロットフィギュアが入ってます。で、ここにもフレームの部品が入っておりまして、で、この辺がマテリアル素材になっております。こういったエッチングシールっていう金属の、パーツに内側に裏側にシールが入ってますので、これをそのままペタって貼るようになります。で、サンディメタリックシールで、これ立体的なちょっとキラキラしたシール、あと普通のシールと、こういった、コーションシールが入っておりまして、で、こちらがLED 発光ユニットになってます。これが胸のダクトの部分を再現するものになっておりまして、これがビームサーベルを光らせる時の電池と LED ユニットになっております。
で、これを受けるのがこの部品になってます。あとここにバーニアとバルカン砲のところの金属パーツが入ってます。あとこれも白い装甲パーツがありまして、あとこの、ポリキャップパーツや、あとブルーのパーツ、黄色いパーツ、あとクリアーの、部品ですね。でこのものによってはこれ中にちょっとこういうモールドがこう再現されているクリアパーツも入ってます。でこういったちょっとこう、ガンメタっぽいような部品もありまして、でこちらがフレームの方のグレーパーツです。あと赤い、あ、これ足のところですね。足のところの部品や、この指の部分の、外側のところの部品です。あとシールドの部品や、シリンダーのこの受けになる部品や、あとフレームや、あと白い部品、こういった部品がたくさんこちらには入っています。こちらは AMT の、1400分の1の、スタートレックユニバースに調度します、USS エンタープライズ NCC-1701C になります。こちらのプラモデルは、全長が約、38センチになる、プラモデルキットになっております。ちょっと完成写真とかがないものですので、こちらがちょっとイラストになるんですけれども、作りますとイメージはこのような、形になるものになっておりまして、あとこのようにダメージデカールがついておりますので、ちょうどこの上の円盤の上部のところがこう破損したような、状態をデカールで再現できるようになっています。次にご紹介しますのがこちらが、AMT の、200分の1スケールの、アルテミス1になります。こちらの方は、全長が約全長がちょっと19インチになるのかな。ちょっとこれインチサイズしか書いてないですけど、すみません。で、これの方は、アメリカのアルテミス計画のうちの使われた、ロケットの一つになっておりまして、で、こちらが作った、メーカー完成品のモデルになっておりまして、このように、メインのロケットに、サイドに、サブのロケットが、2本ついている状態のプラモデルキットになっています。次にご紹介しますのは、こちらが AMT の25分の1スケールの、60年の、コルベットになります。こちらの方は丸面温筒のオープンタイプのコルベットになっておりまして、一応こちらイラストになるんですけれども、この座席の部分のところには、こういったちょっとカバーつけたりとか、することができるようになっておりまして、あとエンジンパーツも、入っております。でこれが部品の、リストになってるんですけど、ボディシャーシー、あとこの辺にエンジンとかが入ってます。あと車体パーツですね。あとこういったファイヤーパターンのデカールも入っています。あとこれは青島の700分の1のウォーターラインシリーズ日本海軍の駆逐艦の酔月になります。こちらは秋月型の駆逐艦の一つになっております。で、ここがメーカーで、一応これイラストですけども、塗装する例やちょっと外観的なところが、これでわかると思います。あと中に入っているキットが、こういった形になっておりまして、こういった、グレー単色の、プラモデルキットになっています。あと、こちらはタミヤの新製品になりまして、強力滑り止めシールになっております。こちらの商品は、よくディスプレイスタンドなどの裏面に貼りまして、台がこう滑ったりするトラブルを防ぐだけではなく、ちょっとここの後ろに用途が書いてありますけれども、こういったピンセットの内側に貼っていただくことによって、細かい、パーツの、滑り止めの、効果も、出せるようになっております。さらには、フィニッシングペーパー、紙やすりなどのところに、使いまして、こう、平らな板の上に置いて、こう、パーツを擦るときに、滑らないようにするために、使ったりと、工夫次第でいろいろな、使い方ができる便利グッズの、一つになっています。あとは、こういった、あといろいろこうメイクアップ剤が来まして、こういったクレオスのスプレーカラーとかが、とかタミヤのスプレーカラーが来まして、あとこういったクレオスの、ウェザリングカラーですね。こういったこう汚しや、墨入れなどに使える、こういったマルチグレーや、あとこの、これも同じですね。墨入れとか汚しに使える、ラストオレンジですね。これが要は、グレー汚れなので、そういったちょっとこう、ホコリとか、若干のこの油汚れなどにちょっと使ったりとか、ラストオレンジの方は、オレンジサビ
なんかをこうちょっと再現するときに使えますんで、こういうのでちょっとこう雨だれでこうサビが垂れたようなシーンとか作ったりとかすることもできます。で、これは乾燥油の方を使っておりまして、ちょっと、薄めたり、拭き取るのはこういった専用のミスターウェザリングカラー用の薄め液っていうのがありますので、こちらの方を、使用してください。そして、あと接着、タミヤの方で接着剤が、まあ、こういったのが入っておりますけれども、まあ、一般的な接着剤ですね。こういった、筆で塗って、こう、くっつけていくタイプですので、まあ、点付けとか、普通の大きさのプラスチックパーツなんかつけるタイプの接着剤で、これ、中、ハケ入ってますから、この中のハケで塗るようになります。それとは別に、こう流し込みタイプっていうのがあります。これは何かって言いますと、さっきの接着剤よりも、すごい、サラサラで本当に水みたいな、こういう、シャバシャバした接着剤です。で、用途としては、ここにちょっと簡単な図があるんですけども、飛行機とか、戦艦なので、こう、非常に接着面が長い、ものがあるんですけども、そうすると、塗っていくタイプだと端からちょっと乾いていっちゃったりする場合がありますから、この左右のパーツをはめまして、その、合わせ目にこう流し込んでいくことによって、接着するっていうタイプの、こちらが、ものになります。で、これが同じ、流し込みタイプなんですけど、速乾タイプってなっておりまして、先ほどのよりも乾燥が早いですから、こう、作業時間を短縮される方は、よくこういうのは使えます。あと、最近よくガンプラなんかで、接着剤を使った、合わせ目消しなんかを使う方もよくこういったの方を、使ったりします。あとは、まあ、タミヤでも、出しておりますけど、この、エナメル塗料を、溶いた、状態にした、この墨入れ塗料。で、これ、まあ、色としては、ライトグレーになるんですけど、これももともとこの、グレーの塗料をもう、こう、シャバシャバに溶いた、ものになってますから、これをそのまま中にこう筆入ってますから、これでですね、流し込みたいところにやっていくタイプですね。まあ、このライトグレータイプだと割と飛行機とかそういったのに使うのが多いですけれども、まあ、当然ガンプラとか他のものにも使えます。で、こういったのがはみ出た場合は、こういった専用のエナメル用の栄養剤、これ使っていただければ拭き取れます。で、エナメル系の塗料っていうのは他のメーカーの塗料よりも下地を犯さない安心な塗料になりますから、上からこういったのに拭っても下の塗料が溶けることはないです。ただ、エナメルって浸透性がいいもんですから、あんまりシャバシャバつけちゃいますと、今度プラスチックの方が、脆くなっちゃう可能性もありますので、ちょっと、あんまり、たくさんつけるのは、こう、控えた方がいいです。あとは、ま、こういったタミヤのアクリル用の、専用の、溶剤ですから、まあ、塗料が固まってきちゃって、ちょっと塗りにくい時とか、あと、ヤブラシなんかに使う時に、これなどで希釈していただくようなものですね。あとは、この、クレオスのツールクリーナーっていうのは、まあ、エアブラシや、まあ、いろいろ、筆や、お皿とか、そういったものを、こう、綺麗にしていただく溶剤なんですけども、まあ、今までこういうのが出る場合は、普通に薄め液とかで、綺麗にしてたんですけれども、これ使うと、それよりもさらに洗浄力が高い、溶剤になってますので、エアブラシなんか使ってもらうとすぐわかるんですけども、うがいする回数とかが、これの方が少なくて、洗浄ができるようになりますから、こっちの方が非常におすすめになります。あとはこういった細かい傷を消すサフェーサー系ですね、これの白いのとか、あと黒いのとかですね。で、あとタミヤの白いのが入ってまして、あとはこういう、オーバーコートする、クレオスの、ツヤ消しクリアとかが入ってまして、あとこれ久々にガイアノーツの EX カラーの黒とかクリア、この辺も定番でよく皆さん使われております。であとはまあ、その他のガイアカラーいろいろ切れてたのが入ったり、タミヤのアクリルカラー、エナメルカラー、あとクレオスの水性ホビーカラーとミスターカラーが入っておりまして、あと、塗装の時は、こういったクレオスのミスター猫の手ステーションっていうのがあるんですけれども、これを使って、中に、まあ、一応これ、棒が4本入ってますけど、まあ、別売りスペアのもあります。色を塗った後に、パーツちょっと置いとく場所がなかなか、ない時には、この棒で挟んで、ここに刺して、立てとくっていうふうにできますので、イメージ的にはこういうふうになります。こうしておけば、その辺に転がっちゃって、塗ったものが汚れちゃったりする、危険性はなくなりますから、ぜひこういったのを、使っていただくといいです。あとはこういった、クレオスの、ミスター注ぎ口計量カップっていうのがありまして、これだと横に、計量するための、この、メモリがついてますから、これ、ここに、こういう風に感じになってますから、まあ、色混ぜたりするときに、目安になって楽です。あと、深いですから、これの中で大量に塗料を混ぜて、こう、作ったり、朝食したりするときにも便利です。
で、まあ、そしたあと朝食した時に、使える、この計量スプーンと混ぜるためのスティックが、入った、こういうセットのものがクレオスからも出ておりますし、あとは、塗料の、色分けのマスキングテープ。あと、タミヤの方から、作品なんかにこうついたホコリをこう、落とす、クリーニングブラシがありまして、これここが静電気除去防止になってますから、入った後に、静電気も一緒に取ってくれますので、ホコリが後からつきづらくなります。あとはこれ久々に入ってきましたけど、精密ピンセットで先がこう、細くてしっかりしてる、ピンセットですね。あとこの、ポリエステルパテですね。こういったよく、バンダイのガンプラなんかの肉抜きがところを埋めたりとかしたり、あとちょっとした造形だとこれ1時間ぐらいで固まってきますから、すぐ作業がこう取り掛かれて便利です。あと瞬間接着剤で垂れて困っちゃうようなところはこういったゼリー状タイプっていうのもありますし、あとこのクレオスの筋彫り用のラインチゼルの替え刃で 0.1 ミリってこれ細いのですね。まあこれなんかガンプラの144分の1なんかによく使ってます。あとこれも久々に入ってきましたけど、ガンダムマカイアブラシ用の返しんですね。で、これだと、これ使って、エアブラシ使うんですけど、逆にこれ先細いもんですから、このまま、普通にガンプラのペイントに、使うって方もいらっしゃいます。以上が本日入荷しました、商品になりますので、ぜひお客様のご来店の方もお待ちしております。このように、メイクアップ品などもたくさん入っておりますので、ぜひお客様の方のご来店の方もお待ちしております。ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。